渡辺修一4月11日隊は、日本の実業家、メディパルホールディングス社長、メディセオ会長、日本医薬品卸売業連合会会長、兵庫県相本市出身、法政大学法学部卒業。1975年に、新卒で、三菱重工業に入社する。1979年に、倉屋薬品に入社し、 2004年にメディセオホールディングス、取締役、2011年に、同社副社長を経て、2012年に、同社社長に就任する。2019年に本医薬品卸売業連合会、会長。法政大学時代は、野球部に所属、同級生に、荒井博正、高浦美沙夫がいる。江川すぐる、金光沖に、佃田正樹、楠原はじめ。 島本慶二郎、植松誠一、袴田秀俊ら、後に東京六大学史上唯一となる前期勝ち点後の完全優勝での4連覇を達成する花の49年組が入学した時の首相。甲子園で怪物と騒がれた江川を特別扱いすることなく厳しく指導した。最後となる4年秋のシーズンでは東京六大学野球リーグ戦優勝。 明治神宮野球大会準優勝。このシーズンでは、主に4番でファーストを務めた。渡辺は、江川に対して、後日、卓には感謝していますよ。あいつのおかげで優勝できたんですからねと述べている。ありがとうございます。